こんにちは、愛犬とナウシカお出かけチャンネルのニゴです。今回はキャラバンの DIY を進めたいと思います。こちらの換気扇をつけたいと思います。換気扇として使うのはこちらですね。 Amazon で買いました。パソコン用の冷却ファンを換気扇として使いたいと思います。電源は USB でモバイルバッテリーから取ろうと思っています。はい、でこの換気扇をつける場所なんですけれども、よいしょ。はい、今これがキャラバンのバックドア、後ろの部分ですね。ここです。ここにネジがあって、これ外せますので、バックドアの内部に風を送る感じですね。でバックドアは中は空洞になってますんで、まずここに換気扇を取り付けて、そして後でバックドアの底になる面に穴を開けて空気の逃げ道を作ってみたいと思います。まずは換気扇を取り付けてみたいと思います。大きさ的にはもうほぼほぼぴったりですね。これ用のものじゃないかというぐらいぴったりです。はい、ということで突然ですが、プラダンにですね、こうやって穴を開けましたすごい歪んだ穴ですけども、まあいいでしょう。これに換気扇をこう取り付けていきたいと思うんですけども、その取り付け方がちょうどこのファンにですね、4箇所ネジがついてますんで、これをちょっと利用してみたいと思います。まず取ります。はい、そうしたらですね、つける場所にこう置いてみて、はい、だいたい位置があったらこのまま穴を開けたいと思います。穴を開けたらですね、あとは簡単ですね。裏返して後ろからネジ止めするだけです。はい、じゃあスイッチ入れてみます。うん、いいですね。おー、涼しい涼しいはい、とりあえずこれでこう風が来ることが分かったので、これをこちらの穴にね取り付けます。はい、どうやってつけるかというと、この磁石ですね、磁石をこれ後ろ粘着テープになってますんで、ここにつけてで取り付けたいと思います。はい、つきました。でカチンと、はい、こんな風に取り付けることができました。上から見るとね、こういうとこ隙間が空くんで、これは隙間テープを今から貼ります。はい、100均で買ってきました。ダイソーって書いてありますね、防水隙間テープ。この隙間テープをこうやって今から塞いでいきたいと思います。はい、じゃあこれをつけてみます。はい、磁石で貼り付けるだけなので、もうポンとつけるだけですね。はい、こういう風にバックドアの中に今空気を送ってるんですけども、バックドアの中の空気が外に出る逃げ道が今ないんですね。これをちゃんと車の外に空気が逃げられるように、ちょっと今からこのバックドアのね底の面に穴を開けてみたいと思います。おお、折れた。むちゃくちゃ安いずっと前に、何年前に買ったか分からんやつだったんで折れましたね。よし、はい、見えるでしょうか。ちょっと小さい穴が今開いてますね。まあ位置的にはもうちょっと外でもよかったかな。まあいいでしょう。これを広げていきます。はい、で今回このですね、ステップドリルというものを買ってみました。よいしょ。はい、こういうステップドリルですね、初めて使うんですけど、どうでしょう、うまくいくのかな。やってみます。うん、開けられますね。この安物ドリルだとここら辺が限界ですかね。直径 1.6 センチまで開きましたね。 1.6 センチの穴が2つです。ちょっとこれで試してみましょうか。はい、エアコンを外気導入にしておきます。こっちは外気導入ですね。今車の窓は閉めました。荷室のドアも閉まってます。それからバックドアも閉まってますんで、今車は密閉されている状態になりますね。ちょっと暑いです。はい、じゃあ換気扇をつけて電源を入れてみます。風は送ってますね。ちょっと外の様子を見てみましょう。
今この穴ですね、この穴がバックドアの内部に続いてます。風はあんま分かんないですね。出てるは出てると思います。ちょっとこの小さい穴2つではちょっと足りないかもしれないですね。やっぱね、もう2つ開けましょう。はい、穴を増やして片側2個ずつで合計4個開けときました。まあ多分これで大丈夫だと思いますね。そんなに強力な換気扇ではないので、これぐらい開いてればもう弱々と換気はできるんじゃないかと思います。で、穴を開けたところ錆止めでですね、このホルツカラーラストップ、このペンタイプの錆止めを塗っておきます。はい、そしたら換気扇を取り付けます。線香を買ってきました。ちょっとこれで吸ってくれてるかどうかちょっと確認してみたいと思います。吸ってますね。いいですね。ガンガン吸ってます。はい、これ今線香と換気扇の間が20センチぐらい離れてますけども、吸ってますね。いいですね。 OK です。これぐらい吸ってくれればですね、車の中で料理もできそうですね。はい、ということで無事換気扇つきました。よかったです。キャラバンの DIY はあともう少しで完成というところなので、ぜひチャンネル登録をしてチェックをお願いいたします。では次の動画でお会いいたしましょう。さようなら。